忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。現世に漂う忍びの魂は何を思う？志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。たく、で何が見えるのよ。やむよ、君の方よ。
忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。ダメだバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。大丈夫？ねえリョウビちゃん、今のもう一回やろう。え？バーンってなってピューンって飛ばされてズドーンって落っこちて、こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて。リョウナちゃん、あんたねバカじゃないの？リョウナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあなんて呼べばいいのよ。あんたと話してると頭が腐ってくるわ。そんなことよりさっきあそこにいたの姉さんよね。そうだった、気持ちよくて忘れてた。あれ絶対病気お姉ちゃんだったよ。病気お姉ちゃんに会いたい。リョウビちゃん、うん、そうね。でもどっちに行けば戻れるんだ。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。でもどうして姉さんは。絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに行こう。どうしたのリョウビちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさいバカ犬。うん、リョウナちゃん絶対頑張る。リョウビ、悪の誇りを舞い掲げるわ。は
忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、リョウビちゃん。なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気をね。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、リョウビちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。ね？せーの！ガチャ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 ！うわー！ちょっとやめなさい！クスだったらどんな問題なの？それは、その、心の準備を。心の準備？胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれ。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。わあ、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対に。そんなことないもん。良きお姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃんのこと。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気を。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、病気を姉ちゃん絶対会いに行くからね。姉さん、今更どんな顔で会えばいいのよ。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。
永遠に忘れることができない奇跡のような8日間始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない真夏の太陽輝く青い空澄み渡る青い海ヤシの木も優しく揺れる場所探し出して欲しいけど見つけてくれないかな。この歌が聞こえたのならすぐにここに来て、お願い。ハッピーシャラ空と海の間にある水平線が目印。私はずっと君のこと待ってる。ハッピーで優しく私を捕まえて世界の果てを目指して、ここからの夏二人だけの場所やっと会える喜びぶり両手で抱きしめるの。さあ皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な船員になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。んばーと魔王は雄たけびをあげた。んばー。おっと、ミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと描けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。あの皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい。ボー、みんないい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。あ、っていうか夜桜ちゃんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか？どういう意味ですか？夜桜さんから五光が差しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。夜桜ちん、マジで五光さしてるんだけど。夜桜ちんの後ろがピッカピカに光ったアイスクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体
なんかやばくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。皆さん無事ですか？全員揃っていますか？ええ、どうやらみんなに怪我はないようです。でもここは何やら。どう見たって真夏のビーチだよね。なんで私たちこんなところにいるの？ユミちゃん、あっちから変な人たちがいっぱい来るよ。皆さん気をつけて。殺気を感じます。この夢に沈みましょう。任務開始。
くも消息。させません。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミチー、夜桜チー、海だよ海、海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、祈り、スイカ割りやりたい。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。絶対正義の体現者になるには、ダメだ、見つからない。劉備と劉奈はどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。私、自分の部屋に戻ります。ダメだ紫、
そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の、ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった、そうだね、お姉ちゃん。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム？お姉ちゃん？あ？なんで二人とも引きつった顔をしてるのさ。お前、おでこが広がってるのか？え？みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光ってるの。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光っててもお姉ちゃんは。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ、なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ、その光が反射して。ほら見たことか、だいたいおでこがピカピカ光るわけない。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。え、大丈夫だよ。それは夏の砂浜、どういうことだ。海は、太陽は苦手。イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。とても嫌な状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよメアリー、久しぶりに一暴れと行こうか。誇りを舞い掲げよう。遅れてくるぞ。
事にもならん。手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか、料理と寮なの？可能性はあるな。リョーナの匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、リョービさんとリョーナさんとそっくりな匂いがもう一つ。この匂いは誰？どうしてだよアスカ、こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろう。ああそうか、頼み方の問題なんだな。では改めて、うん、お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。ダメ。ダメって、今の頼み方でもダメなのか。頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら自分のを触ってればいいじゃない。見損なうなアスカ、あたいが自分のおっぱいで満足するような女だと思うのか。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞヒバリ。うん、気をつけるねヤギオちゃん。どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらカツネ、ヒバリの肩なら揉んでいいよ。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ヒバリ、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん？おお、あたいの願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。カツネ、何言ってるの。アスカ、見てみろ、お前の後ろの光を。え、何ですかこの光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜみんな。あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。
みんな大丈夫？怪我はしてない？はい、皆さんなんとか無事みたいです。でもここは一体どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているさ。明らかに。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待って、みんな、それどころじゃないよ。あっちから殺気がする。しかもかなりの人数です。あの人たち、忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな、行くよ。You got it.
なんとかやっつけたね。アスカさん、どうして皆さんがここに？騒がしいと思って来てみたら、これはますますきな臭くなってきたな。ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか？いきなりで抵抗する間もなかったよ。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めた。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これは、え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。てると腹がすくからって言ってたな。人参収納の紙にこんなに肉を買うことができたぞ。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ほらもう、ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、おいしい？美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるか、はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや、あれは何でしょうか？何か不思議。兄ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ、私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。肉、ここはどうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことに。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来、いや、それホムラでしょ。というかこれは夢か。もしかして私ならば。肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山もホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。えらい殺気はない。わしらとやり合う。どうすんのホムラ。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で応える。それがホムラ愚連隊だからな。ホムラ、マイジンジよ。
しこいつで。よし来たぞ。逃がすか。あよし、あこいつで。よし、あこいつで。よし来たぜ。忍び転身。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだホムラちゃん、アスカ、それにユミにミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたのだ。そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ？この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね。若き忍び学生の面々が。ばっちゃん。ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあさまなのですか？こんなところで何やってるの？どうして家を出て行ったの？その辺のことはおいおい話すよ。お前とはどういうこと？どうした、ミヤビ？バカな、ありえない。どうしてお前がここにいる？私の目の前で死んだはずなのに。
ただいま、みやびちゃん。みんな、陽気お姉ちゃんが帰ってきました。絶対舞台に役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。する技のキレがまた上がったな。